ヘンリー・カボット・ロッジ・ジュニアはアメリカ合衆国の政治家、外交官。1960年アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の副大統領候補であった。祖父は上院議員と上院外交委員長を務めたヘンリー・カボット・ロッジである。1902年7月5日にマサチューセッツ州ナハントで誕生する。ロッジ家は マサチューセッツにおいて政治及び芸術で著名な一族であった。父親は詩人のジョージ・カボットロッチであり、母親はマチルダ・エリザベス・フリーリング・ハイゼンロジであった。彼はヘンリー・カボットロッチ上院議員の孫であり、父親が1909年に死去すると、祖父がその成長に大きな影響を与えることとなった。 彼はまた上院議員のジョージ・カボットの子孫でもあり、下院議員のオーガスタ・スピーボディ、ガードナーの老いでもあった。ロッジはミドルセックススクールに通い、1920年に卒業し、その後1924年にハーバード大学を優等で卒業した。ヘラルド・トリビューン・ガミなどの新聞記者を経て、1931年にマサチューセッツ州下院議員に選出。 1936年まで同職を務める。同年の上院議員選挙で共和党から出馬し、ジェームズ・マイケル・カーリー前州知事を破って当選する。ロッジは陸軍に入隊し、功績を上げて中佐まで昇進した。第二次世界大戦では二度の勤務を経験した。最初は1942年、この時は上院議員を兼務していたが、 二度目の1944年から1945年は議員を辞職して軍務に専念した。最初の期間は陸軍予備役士官として出会った。彼は第一装甲士団に少佐として着任した。同士団は北アフリカを拠点とし、イギリス軍戦車部隊と共にエジプトリビアで活動した。部隊は地上でドイツ軍と最初に接触した。 アメリカ軍総攻部隊であった。フランクリン D ・ルーズベルト大統領は軍務を兼任する国会議員に対して兼務を禁止する命令を出し、ロッジは議員に泊まることを選択したため任務は1942年7月に終了した。ヘンリー・スティムソン陸軍長官がワシントンへの帰還命令を出し、彼は帰国した。ワシントンに戻り1942年11月に、 再選を果たすと、ロッチは上院議員としての任期の初年度を勤務した。しかしながら1944年2月3日に議員を辞職し、軍務に復帰した。彼は南北戦争以来初めての軍務に就くため辞職した議員であった。イタリア及びフランスで実戦を経験し、中佐に昇進する。1944年の秋には自力で ドイツ軍石膏4名を捕虜として捕らえている。1945年3月までに彼は、フランスのレジオンドヌール勲章と、クロアドゲールを受賞した。1945年の終戦時に彼は、第6軍司令官、ジェイコブ・デバース将軍の連絡及び、通訳担当将校として、西オーストリアにおいて、ドイツ軍の降伏交渉に臨席した。戦後ロッチは、マサチューセッツに戻り、 再び上院議員に選出、政治経歴を再開した。1952年に、ロッジは上院議員選挙で対立候補のジョン・ F ・ケネディに敗北するが、1953年にはドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領より三代目アメリカ、合衆国国際連合大使に任命される。 1960年、アメリカ合衆国大統領選挙で、リチャード・ニクソン大統領候補の副大統領候補に指名され、国際連合大使を辞任した。ニクソンは大統領選挙で、ケネリに敗れ、ケネリはロッチを南ベトナム大使に任命した。ロッチは同職を1963年から1964年まで務めた。1964年の共和党の大統領、 候補者争いでは、ニューヨーク州のネルソン・ロックフェラー州知事と、バリー・ゴールド・ウォーター上院議員が激しく競っていた。ロッジは、当初から立候補するつもりはなかったが、ニューハンプシャー州予備選挙で有力な二人を破り、書き込み投票で一位になった。ロッジは改めて指名を求める意思がなく、ロックフェラーを支持することを表明したが、その後も地元のマサチューセッツ州。 ニュージャージー州の予備選挙で勝利した。1985年2月27日に72歳で死去しマサチューセッツ州ケンブリッジのマウント・オバーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。